注文の多い料理店、宮沢賢治。二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をして、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を二匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら歩いておりました。全体ここらの山はけしからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから早くタンタンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに二三発お見舞い申したら、ずいぶん痛快だろうね。くるくる回って、それからドタッと倒れるだろうね。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちも、ちょっとまごついて、どこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それに、あんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こして、しばらくうなって、それから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2400円の損害だと、一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だと、もう一人が悔しそうに頭を曲げて言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くして、じっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ、僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし、戻ろうと思う。そいじゃ、ここで切り上げよう。なあに、戻りに、昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいい。ウサギも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では、帰ろうじゃないか。ところが、どうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、一向に見当がつかなくなっていました。風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士はざわざわ鳴るススキの中でこんなことを言いました。その時ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関にはレストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫犬という札が出ていました。君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。おや、こんなとこにおかしいね。しかし、とにかく何か食事ができるんだろう。もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は
玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸のレンガで組んで、実に立派なもんです。そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこでひどく喜んで言いました。こいつはどうだ。やっぱり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀したけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでご馳走するんだぜ。どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。二人は戸を押して中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というので、もう大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの戸がありました。どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその扉を開けようとしますと、上に黄色な字でこう書いてありました。当軒は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。なかなか流行ってるんだ、こんな山の中で。そりゃそうだ、見たまえ。東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろう。二人は言いながらその扉を開けました。するとその裏側に、注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。これは全体どういうんだ？一人の紳士は顔をしかめました。これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれども、ごめんください。とこういうことだ。そうだろう。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことは、また扉が一つありました。そしてその脇に鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。扉には赤い字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください、と書いてありました。これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうです、ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして、互いに寄り添って、
扉をガタンと開けて次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと二人とも思ったのでした。扉の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど、鉄砲を持って物を食うという方はない。いやー、よほど偉い人が四十来ているんだ。二人は鉄砲を外し、帯皮を解いて、それを台の上に置きました。また黒い扉がありました。どうか帽子と外套と靴をお取りください。どうだ？取るか？仕方ない。取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ。奥に来ているのは。二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて扉の中に入りました。扉の裏側にはネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてくださいと書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。はは、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない、ことに尖ったものは危ないとこう言うんだろう。そうだろう。してみると勘定は帰りにここで払うのだろうか。どうもそうらしい。そうだ、きっと。二人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れてパチンと錠をかけました。少し行きますとまた戸があって、その前にガラスの壺が一つありました。戸にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだ？これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで戸を開けますと、その裏側にはクリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすところだった。ここの主人は実に用意周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで、僕は早く何か食べたいんだが、
どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。するとすぐその前に次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう。間違えたんだ。下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。二人は扉を開けて中に入りました。扉の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど、立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は、二人ともぎょっとして、お互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文しているんだよ。だからさ、西洋料理店というのは、僕の考えるところでは、西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちということなんだ。来た人を西洋料理にして、食べてやるうちとこういうことなんだ。これはそのつまり僕らがガタ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 震え出してもう物が言えませんでした。その僕らがうわあ、ガタ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 震え出してもう物が言えませんでした。逃げ！ガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、どうです、戸はもう一部も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚扉があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いや、わざわざご苦労です、大変結構にできました。さあさあ、お中にお入りくださいと書いてありました。おまけに鍵穴からはキョロキョロ二つの青い目玉がこっちを覗いています。うわー、ガタ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 、うわー、ガタ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 、二人は泣き出しました。すると、戸の中では、こそこそこんなことを言っています。ダメだよ、もう気がついたよ。塩を揉み込まないようだよ。当たり前さ、親分の書きようがまずいんだ。あそこへ、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょ、お気の毒でした、なんて。間抜けたことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだ。けれども、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。呼ぼうか。呼ぼう。おい、お客さん方、
早くいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、ナッパももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて、真っ白なお皿にのせるだけです。早くいらっしゃい。へえ、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラドはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか？とにかく早くいらっしゃい。二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中ではふっふっと笑って、また叫んでいます。いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いては、せっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま、じき持ってまいります。さあ、早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。親方がもうナフキンをかけて、ナイフを持って、舌なめずりして、お客様方を待っていられます。二人は泣いて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 泣きました。その時、後ろからいきなり、ワンワンうわーという声がして、あの白熊のような犬が二匹、戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもは、うーとうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一言、ワンと高く吠えて、いきなり次の扉に飛びつきました。戸はがたりと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その扉の向こうの真っ暗闇の中で、にゃー、くわーゴロゴロという声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて、草の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンは、あっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふーっとうなって戻ってきました。そして後ろからは、旦那ー旦那ーと叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、おーい、おーい、ここだぞ、早く来い、と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が、草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人は、やっと安心しました。そして、漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかし、さっき一遍紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯に入っても、もう元の通りに治りませんでした。